はい、もう一つ。僕が高校ぐらいですね、大体高校時代、高校2年かそのぐらい。前ここでやってた方とやってて、それでうちが継ぐみたいな感じ。脱サラでね。もう脱サラなんです。化学機械、機械メーカーに勤めてたんですよ。そこで何年、29年かな勤めてたんですけども、辞めてこっちの方に移転したんです。ようぞ、お待たせしました。Thank you.
いらっしゃいませ。ご飯類、スープ類、どうしよう。すいません。はい。はい、どうぞ。すごいメニューがたくさんあって、はい、美味しそうなんですけど、おすすめとか。おすすめっていうのがないんだけども、よく出るのは広東麺とか、カニ玉丼とかね、おご飯もんはカニ玉丼とか、オムライス。チャーハン、カニ玉丼、はい、天津丼ね、はい、はい、とあと、美味しそうだったので肉ニラ炒め、天津丼と肉ニラ、はい、肉ニラは単品で、単品で、単品でね、お願いします、はい、以上で、はい、はい、ありがとうございます、お願いします。いいですか？ありがとうございます。これと、はい、はい、お待たせしました。肉ニラ、肉ニラ、あー、おいしそう。野菜たっぷり肉ニラ、うわー、絶景。いただきます。ご飯が進む、うん、おいしい。肉ニラ炒め、もやしとニラたっぷり、それで肉を挟んで、うん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 、ごちそうさまでした。いや本当にあっという間に食べ終わっちゃいました。ペロリでしたね。食べやすかったっていうのもそうなんですけど、
卵とあんの甘さの中にちょっとあん の, このしょっぱさがあって、それがもうご飯をどん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 食べたくなるというか、最強タッグですね。肉ニラ炒めの方もすごく食べ、こっちも食べやすくて、何かこう強い味がついてるというよりは、野菜とかお肉の旨味をこう全面に出してるような味で、もう食べ進めたくなるような、もうやっぱ両方ともなんかお箸がどんどん進む味でした。美味しかったです。